はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、今日は久しぶりにスラッガーさんですね。修理リレースの動画になります。ウェブ紐、これちょうど分かりやすいんで、赤と黒でね、前も修理させていただいたんですけど、このトラッペーズ型のね、紐のウェブ、これ非常に柔軟に使えるんですが、伸びやすい、切れやすいということもございます。前もやったよね、これね。うん、やったんですけど、まあ、あの、ここ調整が必要ですからね、やっぱりね、こう緩んできたりするんで、まあそういうことでちょっとやってお見せしようかなっていうふうなところでございます。うん、それではどうぞ。はい、じゃあやっていきますね。だらだらやりますんで、必要なところだけ早送りしてみたらね、いいかと思うんですけど、このちょうどね、赤と黒分かれてますけど、赤いところの糸じゃない、レース、ここね、ここが切れてるのと、それからちょっと分かりづらいけど、ここ勝手に結んであるけど、ここも2箇所切れてますよね。はい、なのでこう、こう来てこう来てこう来て、え、どうだったっけ、こう来てこう来てここ来るんだけど、まずほどきますね、もちろんね。でほどくんだけど、これ本当は赤い紐作るときはね、赤い紐先に入れてから黒い紐入れるからいいんだけど、これ赤い紐だけ先に取っちゃうと全部パラパラパラって取れちゃうんで、こうちょっとずつ直すときはね、やった方がねいいと思います。だからまあとりあえず4分の1ぐらいずついこうかな。うん、こうここ抜いて、でユニークだよね、スラッガーさんのやつはね、これね、まあ、うちは売ってないんだけど、うん、修理は結構ね、スラッガーさんの修理率多いの。グリス入れたりね、紐、まあこういう編み上げの紐だとね、切れやすいから結構修理はね入るんです。うん、でまあぼちぼちやってるんだけど、今日ちょっと久々に、あ、そうだなと思って思い出してやることにしたんだけど、うん、このくるくるね、くる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 なんだろうね。はい、もう一個入れていこうか。うん、でこんな感じになりますよね。はい、よいしょ。で入れてくんだけど、あ、そうか、こっちから入ってたね。こっちから、どこ出るんだったっけ。入って、こっちにもな、あ、でもあるね。こう来て、で、ここ中の、穴と押してね、最初ね、うん、チェレレレレン、チェレレレレレン、これ紐長くいるからね、あんまり残すとね、同じぐらい残してたらいいよね。もうちょっとか、足りなくなっちゃうから気をつけないとね。うん、まあ、割とこの脇のところだから締め気味でいけるんだけどね。うん、でこう、あれ、すでに間違えてるか、向きが、あ、そうだね、向きがこっちだ、よいしょ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 、うん、で長さ合わせてピロなのかな。はい、でね、これでいくと、これがね、こうなんだわね、こうで、このくるくるをこうキュッとね押さえていく格好だけど、まあポイントっていうほどでもないけど、締め具合あんまりくる、この締め具合がばらつくと綺麗にならないんで、力の入れ具合やね。で、
固く締めたら固くなっちゃうから、よいしょ、でここでしょ、修理の時全部ほどいちゃダメですよ、うん、まあ、全部入れ替える時はね仕方ないけどね。これでも同じ1本の修理の料金じゃ割が合わないといつも思うんだけどまあでもね仕方ないよね、どこからどこまでっていうねところ決めづらい。これパパパーってできる、ほとんど簡単に修理するように修理できるようなグラブが多いんだけど、そういうふうに作ってあるから、これはねパパパーって終わらないよね。うん、この紐ばっかりでねウェブを構成するっていうね。よいしょ、くるくるってするくるって、もうここ切れてるとこやりづらいな。まあ、これまあ、これぐらいのテンションでいいと思うんだけど、まあお好みで、くるくるが戻っちゃうとな。まあ、緩く入れればウェーブが柔らかくなるし、キュッキュに入れれば硬くなるし、ちょっと緩いかな、まあ、緩めでね、中が緩いから外だけ硬くしてもまたあれだろうからね。まあいい、後でもしあれだったら調整するけど、これぐらいでこっちちょっとうん、これぐらいかな、うん、で進みます。同じ作業ですけどね、くる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 な、おい、よいしょ、まあ、ここまででね進んだわけです。ちょっとこれ緩いかな、これキュ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 、うん、ちょっと締めておきました。うーん、こんな感じで、うん、いいよね、うん、これこれ向きいいのか、うん、いいのか、はい。で、あとここはここね、ちょっと変速に回っていくから、ここを抜くでしょ、もうちょっと邪魔くさいから短くするけど、こっちここへ来るんだね。で、このなんか下の辺もあるんだったぞ。うん、そうそう。ここ下を回って、くるくる。ね。この日本っぽい、この、ここにくるくるするっていうね。うん。面白いよね。いつも思うけど。ここくるくるかよって。はい。で、次のくるくるはここだな、うん、でこう、あれひねったかな、こうでしょ、いいよね、いいよね、ここ外れてるからな、よく見とかないと。これこう、あれ、これここ、あ、ここ、こういう風にしてるからな、これ。わからなくなっちゃって。これ、向こうにやって。うん、こうだね。はい、で、こう来るんだけど、このくるくるの、こっち、
こう来て、ここからだね、ターニングポイントだよね。うん。ギュッと。うん、締まり具合いいかな。で、この内側にくるってくるから、ここら辺の穴に、これか。ちょっと、画面上だとやりず、刺しづらいけど。で、こう、ここへね、このパーツの下に来るんですね。で、よいしょ。こういう感じ。うん。で、くるくるするから、これが、こっち行くんだね。こっちへ通して、よいしょ、こっち側へ、こういうふうに。で、ここな、これ本当は先に通したやつだから、このここに入れるんだけど、このグラブでいうと、この黒ひもの内側に出したいね。内側に出さないと。よいしょ。あ。こういう感じで。こっちもね、こういう感じで。で、またこれくるくるするから、こっち行って、くるするよな。で、このこっちへ、うん。で、これで黒いレースの下側に赤いレースが来てるからね、ここね。うん。で、ここからだね、くるくる続き、これか。切れてたとこですけど、こうくるっと、こうだね。で、こっち向きか。ん？どっち向きだ、くるくる。こっち向きだ。これ掘ってんのか？ん？こうでしょ？くるって、こういうふうに向かないとダメか。で、こうで、こうだね。はい。よいしょ。こっち来て、で、このくるくる、ちょっとこれほどけてたから癖があれだけど、ちょっと確認しながらやろうか。こう来て、ちょっと緩いかな、キュッ。どっかのくるくる間違ってないか、これ。ここ間違えたか。くるくる。ここで向き間違えてるね。あららららららら。ら、こうこうこう。あ、こことここ間違えてる。あれれれれ、やり直しではないか。ちょっともう一回。はい、ちょっとね、くるくるの向きが違ったんで、もう一回確認しながらやります。今ちょっとそーっとこう、くるくるを、くるくるを戻して。この向きだね。くるくる、そーっと、はい、この向きです。お、引っ張るとね、またくるくるがね、
あってなるんだね。でこの向きで、そうだよね、うん、あれこの辺、あそうか、そういうことか、それで違ったのか、こう、そう、もう一回だな、これを、これ邪魔っ気だな、もう一回このくるくるをこうでしょ、でこれどこ行った、こうこう、ん、こうなってが、はい、向き確認できましたね。ちょっと不格好になっちゃったけど、まあでもここね、あのほどけちゃったとこはくるくるのね、あれがあれなんだろうね、うん、よいしょ、こう確認しながらいかないと全部やらなくちゃダメな羽目になっちゃうからね。1本変えるのに2本分も頑張らないとダメになっちゃうから、あー抜いちゃった、なんで抜いた、よし、で、よいしょ、キュー、よいしょ、よいしょ、よいしょ、これぐらいかね。で、今度はここだね、はい、よいしょ、向き確認できれば OK、 まあこのくるくるはな、よいしょ、で、もう一回おさらいになりますけど、この内側に通します。うん。で、ここでちょっと確認しておこうか。これがだからまたさっきと同じだけど、この内側を通って中ね、中通ってでこっち側に来るから、でここでこのレースの内に出すとね、はい、でちょっと失敗したから急ごうか。でってでって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 、ああ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 、ババーン。でこう来て、で今度はここでーす。
よいしょ。で、キュ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 ってね、はい、はい、これで OK ね。で、あとは同じようにやっていきますが、これで拭きだな。拭き。拭きしました。ね。ででん。同じ作業です。よいしょ。うん、ちょっと引っ張っといた方がいいかな。キュッ、キュッ。で、ほり。まだ間違えたではないか。ちょっと待って。なんたるちや、今日はダメだな、なんか集中力ないな。これ A、 ここを通さないとダメだ、ここね。出して、で、ここここでやっと一箇所切れたとこまで戻ったべね。あとじゃあ抜いていこうか。こうでしょう、こうでしょう、こうでしょう。ここ通って、これもね、抜けちゃうとダメだからね、気をつけないとね。で、ここね。ちょっと抜けちゃうとダメだから、先に通しとこう。想像力がたくましいよね。で、ここからこの内側取ってここ出て、で、伸びてるなぁ。なんか後で調整しようか。ここね、この中を
これどうやって回してるの？いるの？うん。ここ。出てこないかこれ。長いか。あ、出てきた。これもう一回、まあ、これちょっと時間かかるから一回にアップしないで続きは明日にしますね。この辺から明日ね、まあ修理はね今日やっちゃうけど今日のすぐまあ取りに来られるからね。